辰巳明のかよこんセット。おはようございます、辰巳明です。毎週金曜日の朝はかよこんセットで演歌の魂真髄をね、ご一緒に極めてまいりましょう。この番組は、僕がアーティストとして、また作曲の立場として、さらにはプロデュースする立場として、音楽制作に携わっていますグレイスバードレコードの、発売作品を中心にお届けしていきます。グレイスバードレコードでは新人歌手の育成にも力を入れています。常にアーティストたちと共に成長して、次のステップを目指していく、そんな仲間でありたいと思っています。 CD の全国発売から音楽配信、カラオケ配信、それから YouTube、 また、ライブイベントなどね、様々な形でアーティストの皆さんを応援していきます。この番組を通してもリスナーの皆さんに、ぜひ知っていただいて、応援していただけたら嬉しく思います。演歌歌謡曲を次の世代に歌い継ぐ、そんな気持ちで僕も頑張ってまいります。さあ、それではまず1曲、私辰巳明の最新曲で、菩提樹の花、聴いてください。水月の小雨に咲いている、お前によく似た心花。からころんと下駄の音、黙って後からついてくる、飾らずに目立たずに、こぼさずに、目をと絆の菩提樹の花。口づけの涙を思い出す、黄色い花びら初めての淡い夢でも一緒なら生きてゆけます、どこまでも。お前の優しさに惚れてきた、お前は俺の菩提樹の花。
いつの日か小さな花だけど硬い実のなる時が来る。山はしぐれて鐘が鳴る。二人の明日を祈るように雨上がり水たまり帰り道目をと絆の菩提樹の花。松浦恵美作詞、辰巳明作曲、私辰巳明菩提樹の花を聴いていただきました。先週お話ししましたけどもね、6月の終わりから7月にかけてこの菩提樹は黄色い、小さな花を咲かせます。お寺や神社でよく見かけますので、今年の夏も、ぜひ皆さん注意して探してみてください。菩提樹の花言葉は、夫婦愛、ね、その同様に、この歌も夫婦の固い絆を描いた夫婦演歌になっています。花がね散った後には硬くて小さな実がなるんですよ。これはよくお守りとして数珠や、ブレスレットに、ね、なったりもしています。演歌のお好きな方、ぜひもうカラオケで、歌っていただけたら本当に嬉しいです。お願いいたします。ゲストコーナー。さあ、予告通りですね、今週はゲストに安田みのるさんをお迎えしました。ここからは、安田みのるさんと一緒に、お送りしたいと思います。おはようございます。おはようございます。グレイスバードレコード期待の歌姫安田みのるさんですけども、じゃあまずね、ご自身で自己紹介の方からお願いします。はい、皆様はじめまして、安田みのると申します。兵庫県丹波市出身です。2012年に丹波寺で CD デビューしました。この度新曲、菩薩峠の白い花を発売させていただくことになりました。どうぞよろしくお願いいたします。はい、じゃあ、みのるさんよろしくお願いします。お願いします。丹波というのはね、兵庫県の東の方なんですね、東部で、はい、京都と接しているんですね。はい、そうです、ね、なんか言ましたら春日の壺ね、はい、の出身地でもある。あ、そうです。春日ってありますもんね。あります、ね、春日町。そっち、はい、ね、まあ、丹波の黒豆は有名ですよね、はい、ね、まあ、最近はね、もう全国スーパーどこへ行ってもね、はい、同じものが売ってるじゃん、全国の。そうですよね。だから丹波の黒豆も、はい、まあ、丹波まで行かなくても、この岐阜の町でもね、本当に人気があるね、はい、すぐ買えるもんですけども、ね、また丹波には霧があるんですって。はい、はい、そうです、ね、なんか丹波霧すごく深くて、作物が美味しく育ちます。あ、そうなんですか、はい、なんか朝の霧、夕霧とね、はい、そういうのを丹波霧というそうですけども。そうです、ね、はい、まあ、冬は本当にこう雪が、でもそんな積もらない？年に数回は積もったりしますけれども。じゃあ、まあ、この岐阜と同じぐらいの感じですそうですね。まあ、この辺は高山とかですとね、もう本当にすごい雪深いですけどもね。はい、ところでね、安田みのるさんは、学歴がすごい。ね、慶応大学出身ということで、はい、学部はどこだったんですか？はい、法学部の政治学科です。あ、政治学科。また、歌と、かなり違うところの世界ですけども。そうですね。ねえ。まあ、ですから、歌手を目指す一方で、はい、なんかずっと学習塾の、はい、先生もしてたそうですね。そうなんです。学生の頃から、ずっと、塾講師、うん、家庭教師、始めてまして、それで卒業後も続けております。はい。何年生教えてるんですか？学年は本当に様々で幅広いんですけども、小学生から高校3年生まで、本当に広いですね。見てます。はい。
ね、普段はとてもなんか穏やかに見えるんですけど、はい、先生としてのみどりさんはどんな感じの先生なんでしょう。そうですね、よく言われるのはやっぱり穏やかとか、なんかふわふわしてるとか、なんかそんな感じ。そうですか。じゃあ、みんな生徒さんからも人気があるでしょう。でも本当におかげさまで生徒が慕ってくれるので、嬉しいです。こういう先生だったらいいですよね僕もね。そうですか。ね、そうで、でも塾ってやっぱ競争も厳しいですし、はい、よく張り紙してある塾でいっぱいあるけど、合格率とかどこどこ高校とかどこどこ大学、はい、合格とか、はい、あとやっぱり担当する先生としても、はい、立場的に大変じゃないですか。そうですね、講師の時ももちろんそうですけれども、ね、教室長としてお仕事させていただいてた時は、はい、本当にもう生徒全員の成績とか進路のことを考える立場なので、はい、そういうことも本当に意識してやっておりました。はい、ね、はい、やっぱ合格すると嬉しいでしょ。嬉しいです ね、 ね、はい、そうですか。やっぱ教えることって楽しいですか。はい、教えることはもともと好きで、そうですね、やっぱり生徒が分かってくれたりとか、はい、成績が少しでも上がっていく、で最終的に合格した時が一番嬉しい瞬間です。そうですよね、はい、本当僕でもカラオケ教えたりするけども、はい、やっぱり少しでも上手になっていくとね嬉しいですもんね。はい、はい、僕も教えること大好きなんですけども、はい、さあ、じゃあ歌のお話もね伺いたいんですけども、はいはい、その前にじゃあ肝心のその歌の方からまず聞いていただきたいと思います。はい、お願いします。安田みどりさんで菩薩峠の白い花。と笑わば笑え、所詮この世は峠の道、越えて夕暮れの宿場町、ちょっと願げりゃ月もある、半出たなら運の月、瀬名の菩薩も呆れ顔、呆れ顔。一人で生きてくからは越えにゃならない峠道、明日は薄いのつづら折り、国へ戻ればママがいる、弱音入ってもままならぬ、瀬名の菩薩も泣いている、鳥も泣くをやめたか峠道、意地を通して生きるように、
強さに憧れる、恋に焦がれる時もある。セナの菩薩も微笑める、松浦恵美作詞、辰巳明作曲、安田みどりさんで菩薩峠の白い花でした。まあ、大菩薩峠っていうのはね、なんか本当にあるみたいですけど、まあ、この歌はそれではなくて、一人の女と青人がね、背中に観音様を背負って超過半過というこの修羅の道をね生き抜いていくっていう、そんな姿を、菩薩峠と表現しているんだと思います。これから全国デビューで頑張っていこうというね、みどりさんにはぴったりの歌じゃないですか。はい、そうですね。本当に歌詞の世界、楽曲の世界が私自身となんか重なるような感じがして、うん、僕等身大のイメージで。そうですか、はい、でもこのタイトルからすると、はい、こんなタイトルになるとは思わなかったんじゃないですか。やっぱりタイトルとその楽曲の内容っていうのもギャップはちょっとありましたね。そうですね。はい、うん。でも綺麗なタイトルですね。はい、とてもね、魅力的な声を持ってますし、この前ね、東京のその担当の第一校舎ってカラオケのね、はい、の方にも聞いていただいたんですよ、歌を。そしたらね、はい、あ、この子歌うまいねって言ってくださって、はい、とても僕も嬉しかったんですけど。ありがとうございます。もうお電話いただいて本当にびっくりして、ありがたいです。本当に光栄に思います。まあ、発売は3月9日の金曜日になりますので、ね、ぜひ皆さん応援してください。ね、これからどうですか、本当に頑張りたいですね。ヒットするといいね。はい。ね、よろしくお願いいたします。一緒に頑張りましょう。はい。さあ、それではね、ここでグレイスバードレコードおすすめの一曲としまして、愛のぞみさんの南部坂雪の別れを、聞いていただこうと思います。じゃあ、みどりさんも一緒に。はい。お願いします。はい。
ませぬぞ、送りませぬぞ。さらば蔵之介。松浦あゆみ作詞、辰巳明作曲、愛のぞみさんで南部坂雪の別れでした。のぞみさんはね、大衆演劇若姫劇団の座長さんで、歌と踊りには定評があるんですけども、今回ついに CD デビューということで、これは忠臣蔵の名場面であります、南部坂雪の別れ、これを歌っています。こちらも3月発売ですね。歌と踊りとお芝居、これが多分ね、一つ合体になってね、それで南部坂雪の別れをこれから各地の劇場で披露してくださると思いますので、こちらも僕自身もとても楽しみにしています。さあ、ではみどりさん、リスナーの皆さんにね、はい、一言のメッセージの方お願いできますか。はい、本日お聞きいただきましてありがとうございました。また応援よろしくお願いいたします。来週も引き続きよろしくお願いいたします。はい、来週も実はゲストにもう一回来てくださることになっておりますのでね、よろしくお願いいたします。はい、今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。今週のゲスト、安田みのりさんでした。さて、ここでお知らせを一つ。4月11日水曜日、名古屋市熱田文化小劇場におきまして、グレイスバードレコード歌と踊りの小劇場を開催します。お昼1時開場、1時半開演、夜は5時半開場、6時開演。入場料は2000円です。名古屋市の各文化小劇場などで前売り発売されます。大衆演劇の若葉茂さん、それから若葉愛さんが若姫劇団の、愛のぞみ座長と愛美萌副座長をはじめ、本日ゲストのね、安田みのりさんももちろん出演しますので、ぜひお越しください。辰巳明作曲の世界、毎週、僕が作曲しました作品の中から、3曲厳選してご紹介しております。今週はね、マミさんの花言葉は愛、それから往年のスター、大下八郎さんの影楼の恋、そして、平浩二さんの私は百まで恋をするです。続けて聞いてください。あなたと出会い、あなたと暮らし、あなたと笑い、あなたと泣いた、巡る季節の黄昏よ、秋澄む空に雲は流れて、庭の花壇にまた花が咲く、赤や白や
日に戻れるならば、男の背中に気づけたならば、泣きはしないわ、はじめからこれが最後の最後の夜と恋は陰ろう、また涙。党に亭主と死に別れ、人生いろいろあったけど、涙の数を数えるよりも、明日は明日の月が出る、お茶して歌して夢を見て、私は百まで、私は百まで恋をする。辰巳明のカヨコン Z 第2回の放送いかがだったでしょうか。グレイスバードレコードではプロ歌手の育成、音楽制作、プロモーションは、もちろんですが、人生のね、思い出、記念、生きた証として、オリジナル曲のね、制作にも力を入れています。85歳で CD を出した方もいらっしゃるんです。ラジオを聴いてくださっている皆さんの中にも、もし、ね、歌に興味がおありでしたら、グレイスバードレコードであなただけの一曲を作ってみてはいかがでしょうか。詳しいご質問などはグレイスバードレコード公式ホームページのお問い合わせフォームまでお気軽にどうぞ。では最後に、僕が尊敬する五木ひろしさんの名曲をこの度カバーさせていただきましたので、そのそして巡り合い、こちらを聴いていただきながらお別れします。それではまた来週お会いしましょう。お相手は辰巳明でした。ふた春そして巡り合い、そうかよかった幸せなのか、あの頃より綺麗になったみたいだね。揺らすを揺らす白い指、昔と同じその仕草、今でも覚えているよ。一夢二夢そして巡り合い。